んにちは、のりこです。今日は大人のスクワットをご紹介します。スクワットというと何度か膝を曲げたり伸ばしたりする、こんな感じですかね、を思い浮かべると思うんですけれども、40歳以上になってくると関節にあまり負担をかけたくないんですね。ですので関節の負担をなるべく軽減したスクワットをご紹介します。それではまず肩幅に足を開きます。でつま先の向きは膝を曲げた時に、つま先の向きと膝の向きが一緒になるようにしてください。ちょっと開きますね。で膝を曲げていきます。でまずは手をももの上に置いた状態で吸って、で吐く息で骨盤底筋引き上げて、肛門引き上げる感じですね。でお腹薄くします。はい、そこで両手を前に伸ばしましょう。でもう少し膝曲げていきます。で膝がつま先から出ないくらいです。もう少し曲げて、でこの時に頭が落ち込まないですね。背骨の延長線上に頭があります。はい、ここでバウスです。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。さあそれでは足の裏で床を押しながら吸い息で立ち上がります。はい、別の動画で1分間のプログラムも作りました。そちらもぜひやってみてください。この動画では40代以上の女性の美容と健康のために役立つ情報やエクササイズ、コンディショニングの方法などをお伝えしていきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。